どうも、セガティーチャンネルです。アイボーン、アイボーン、こんにちは。こんにちは。はい、というわけで今日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日もですね、また参戦シリーズをお伝えいたします。はい、はい、で、この参戦はですね、前回からですね、ベスト3方式じゃなくて、とっておきの3つをご紹介することにいたしますので、はい、順位は関係ございません。順番順位は関係あります。はい、ということで今日は何をやりますか。はい、今日はおすすめホテルシリーズなんですけども、はい、今日はゴールに、ね、南の町ゴールに。ゴールにね、はい、はい、ゴールね、世界遺産があってですね、南の中ではね、おすすめの、はい、スポットです。スポットなわけですけども、ゴールね、まずですね、ゴールのホテルでしょ。どこがいいかなってね、いろいろ考えるんですけど、まあやっぱりおすすめはね、私あそこだね、タマリンのヒル。タマリンのヒル、うん、はい、これはね、ゴールのね、ライトハウスホテルっていうのがあるんですよ。はい、そこからすぐ近くにあるんですけど、他のちょっと上みたいなとこにあるホテルなんですね。でもね、ここなんだろうな、素晴らしいんだよね。どういったところが素晴らしいのあれ、この雰囲気。え、雰囲気どうなの。はい、雰囲気なんだよね、はい、昔の、はい、作りっていうんですか、うん、だけどなんかあんまり古さを感じないみたいな話して、うん、エントランス入ったところもね、家具とか、アンティークな感じでですね、なんかバー、あれ自慢じゃないのみたいな感じなんだけど、バーじゃないんだけど、はい、ちょっとラグジュアリーチックな、そうなんですよ、はい、っていうのがいろいろね、壁画が飾ってあったりとかですね、うん、ああ素晴らしいな。インテリアが、なんていうんでしょう、重層感があるというか、そんな感じ。そうなんですね、で、中庭があったりですね、うん、で、プールもあるんですけど、プールはちょっと他のから下がるような感じの、あと、この眺めっていうのもすごく素晴らしいです。あと、ね、意外に言った人なんですけど、ご飯も美味しいんですよね。たまりの昼はね、本当におすすめですね。私ね、大好きなホテルです。はい、ぜひ行ってみたいです行ってみたくなりましたね、ちょっと、はいはい、どんなお客様の層に、カップルとか女子旅、グループ旅行。あ、女子旅もいいんじゃないかな、うん、あとカップルもいいと思いますよ。ですよ、ぜひタマリンのヒルね、はい、チェックしてみてください。はい、ぜひですね、してみます。はい、次はもうタマリンのヒルやったんで、タマリンのヒルの今度、はい、海方になるんですけど、はい、そこにあのライトハウス、セットウィングライトハウス、セットウィングライトハウス、はい、まあこれご存知の方ももしかしたらいるかもしれないんですけども、ここはあのジェフリー・バーさんのね、はい、デザインのホテルとして有名になっていますけども、で、人気のね、ホテルで本当に、サマーシーズンとか、ね、そうですね、年末年始とか取れなかったりするんですよね。はい、混みますね。それがすごい人気のホテルなんですけども、やはりここはあれですね、バワのタワシートがありまして、はいはい、そこから、海を見下ろせる、フランスから螺旋階段の見どころなんですけども、さらに螺旋階段を上り切ったところでバーッと海に通じるところにこうバワーの椅子が置いてあって、まるでこう海の中に椅子があるような、まあ、そんななんかこう驚かせる、こんな螺旋階段が終わったと思ったらさらにこんな風景が待ってたっていうような、ゆっくり感動させられるようなスポットが、はい、ライトハウスの見どころかな。すごいですね、そう、そのレストランとかもね、あの海が近くてですね、このバルコニー席みたいなのがあったりしてね、そこは海がすぐ見えて、素晴らしく、そうですね、素敵ですね、はい、約1年前ぐらいに2ヶ月にわたるイノベーションして、そうそうそう、去年ですね、はいはい、で、終わった後、あの若干のマイナーチェンジはありますけれども、はい、客室はほぼそのままで、あとはあのバーがおすすめなんですけど、バー少し変わってます、はい、でもこのバーだとか、本当にこうバワーの基調を残しておいて、でさらにこうブラッシュアップされた感じが、そうですね、そう、なんか入り口のとこも結構可愛い感じになってますね、はい、おすすめですね、はい、ぜひ。ライトハウスってのはまあ有名ですけどね、私が勧めるまでもないですけども、あ、素晴らしいです、はい、やっぱり素晴らしい、うん、ということで、あと、ありますか、柴田さん。私は、
これは、はい、実は泊まったことがないんですけども、うん、ずっと泊まりたいなと思っていて、はい、ぜひご案内したいのが、はい、フェアウェイサンセットという、新しいホテルですね、はいはい、フェアウェイコロンボという、はい、同じグループのホテルがコロンボにもあるんですけど、はい、同じ系列で同じような系統なスタイリッシュなホテル、スーペリアクラスになります。こちらがそのゴールの旧市街です、徒歩圏内、すごく立地がいいホテルになっていて、ホテルからこう自然が、ホテルのバルコニーから自然が見渡せるような作りになってます。本当にね、次行ったらフェアウェイサンセット泊まろうと思っていた矢先のこんなことだったので本当に残念なんですけども。そうですね、俺もまだ行ってないし、あの前は何回か通ってますけども、はい、すごく、まあ、新しいので綺麗ですし、はい、そうですね、はい、コンパクトで使いやすいと思いますので、あのチェックしてみていただきたいなと。でゴール、あの割とラグジュアリーなホテルが多いんですけども、うん、バジェット的にそこまでは出せないわっていう方にはこちら、あの綺麗でいいんじゃないか、立地もいいしいいんじゃないかな。まあ新しいしね、はい、比較的ね、はいはい、なのでこちら、はい、おすすめです。はい、でもう1個、はい、これは、まあ、あの何回も言うだけで順位とか関係ないんですけど、はい、最後1個はですね、エルグラン、はい、これですね、あのどこにあるかっていうと、ゴールフォートのすぐ横にあるんですよ、うん、こちらも非常に立地のいい、はい、それで、ホテルが眺めがですね、そのゴールフォートの要塞の部分を見れるんですよ。もう絶景な感じで、ではあの位置に、まあ、今までホテルがなかったのは確かに不思議な感じなぐらい立地がすごいところで、景色が素晴らしい、ホテルの中に滞在しながらこの世界遺産のビューが、そうゴールフォートがね見られるっていうのは素晴らしいですね。これいいなって思いましたね、私行った時ね。あの日本人の方がいらっしゃるので、はい、こう困ったことがあれば、まあ、フランスにはっていうわけではないんですが、困ったことがあれば日本人の方がサポートしてくださるというふうにも聞いているので、うん、はい、安心かなと思います。あとウォシュレットが、ああはい、ありましたね、そうそうそう、はい、そうあります、あります、はい、で日本人の方にもそういったところ、そういった面でも受け入れやすいのかなというふうに。ラグジュアリーの部屋があって、はい、そこのお庭みたいな、素晴らしいですよ。ちょっとルグランはちょっと高いかもしれないですけどね、さすがにちょっと高いけど、でもね、結構おすすめなんです、うん、そうですね、だからハネムーナーさんとかにもいいかもしれないですね、あのそんなにこう、なんていうか、ガヤガヤしているグループだとかがそこまで少ないので、はい、静かに、あの、はい、なんかこう、おそらくイメージですけど、起きて朝のシャンパンを飲むようなあの滞在の仕方をする方とか、まあ、そういうのに憧れるなと思います、あのホテルを見てると、はい、そうですね、はい、そうですね、ここはね、アイルフェーダーも、ね、そうです、はい、で、レストランも、ね、気持ちのいい感じで、ぜひおすすめでございます、こちらもね、はい、はい、なんでね、まあ、ホール行く際にはね、ぜひ調べて、ね、泊まっていただければと思いますね。はい。まあじゃあ藤田さんね、行ける日を夢見て。はい、夢見て。ということでありがとうございました。